イヴァン・ミハイロビチは、トベリ大公、父は、トベリ大公にして一時は、ウラジーミル大公にもなったミハイル・アレクサンドロビチ、母は、スーズダリ公コンスタンチン・バシリエビチの娘エフドキア。1357年にミクリンで生まれる。1371年には1万ルーブルの負債に対する担保として、父によりハン国に送られる。1372年には、モスクワ大公ドミトリーにより買い戻され、モスクワに留め置かれた。父親による借金の清算まで、不主教、アレクシーの元に置かれた。1373年には清算が終了し、父の下に帰還する。1390年には、当時の前ルーシ府主教キプリアンに会う。1397年には、父の使者として、リトアニア大公ビータウタスの元に派遣される。父の死後、1399年に、トベリ大公位を相続する。ただしそれは、トベリ大公国全域ではなく、若干の都市は、彼の兄弟たちに分領として与えられた。イヴァンが相続したのは、トベリ、ノービーゴロドク、ルジェフ、ズブツォフ、ラジロフ、ボブルイニ、オポーカ、ベルチャジンであった。兄弟たちが相続した分領を一つにまとめようとしたのが、イヴァン公の生涯における一つの目標だった。1400年には、反シャディベクの承認を得て、弟である家臣公バシーリーから領土を奪うが、抗議を受けて、これを返還する。1401年には、いとこで、ホルム分領公イヴァンと和解し、彼の遺言により、1402年に家臣分領を事実上領有する。1403年には、家臣の町から、バシーリー公を追い出す。1404年には彼を捕らえ、カセに繋いだ。1405年にはバシーリー公と和解するがすぐに決裂する。1406年にはモスクワ大公バシーリー一世と共にリトアニアのビータウタス大公のもとに赴く。1407年にはホルム公ユーリーと共に反国で真反ブラト反により裁かれるも釈放される。反の命令にもかかわらず、イヴァンはユーリーに家臣を譲渡せず、その後、家臣公バシーリーと和解する。その後、1408年にエディゲがモスクワを包囲した際には、援助する義務があるにもかかわらず、イヴァンはモスクワに援軍を送らなかった。同年、再度イヴァン公が家臣を公の支援を受けたオイ・イヴァンと争った時、オイ・イヴァンはモスクワに逃亡する。その後またもや家臣公バシーリーと和解。1412年にはリトアニア大公国と同盟条約を締結し、再度バシーリー公と対立する。イヴァンは反の裁定に持ち込むことにする。1413年には反ケリームベルクの元から帰還。再度リトアニアに接近し、1422年にはビータウタスに対ドイツ騎士団で援軍を送る。モスクワとも接近するために、イヴァンは息子をモスクワ貴族フセボロシスキーの娘と結婚させた。1425年にトベリにおいてペストで死去。彼の死後、トベリ大公位は長男アレクサンドルが相続するが、彼もペストですぐに死去する。ついで、アレクサンドルの長男ユーリーが大公位に就くが、彼も数日の後にペストで死去する。結局、アレクサンドルの次男ボリスがトベリ大公国を引き継ぐが、こうした早い世代交代がトベリ大公国の弱体化を招いたのかもしれない。1375年にリトアニア大公ケーストゥティスの娘マリアと最初の結婚をした。アレクサンドル、イヴァン、ユーリーを残した。1408年にドロゴブシュ公女エフドキアと再婚したが、子は授からなかった。ありがとうございます。